王を守る者には磨かれし肉体と精神がいる。どちらも欠けてはならぬのだ。いや、遅い。うりゃ、構えろ。
盾ならば偽りなき目で己を見つめよ。偽りのない目か。見事だ。全ての技を得得できたな。つっても試練はまだ終わりじゃねえ。剣聖は他の英霊と比べられん。くれぐれも油断はするな。
前にここを通った時、将軍はどんな気分だったんだ。そんなことを聞くのか。今の俺よりずっとガキだったろ。ああ、無鉄砲な子供だった。誰の忠告にも耳を貸さず、闘争心だけで奥へと突き進んだが、見事な返り討ちにあった。帰る頃には恐怖に苛まれていた。不死将軍の名がついたのは皮肉だな。そうか。でも帰ってこれたのが将軍だけってのは事実だ。俺は尊敬してるぜ。死にに来たのか。バカ言ってんじゃねえ。あの男が最後だったろう。我らの声を、期待も嘆きも聞かず、ただ前を向き先を目指した。元帥に追い返され、谷から弾き出され、お前はあの男を超えはしまいな。愚直なだけでは前には進めん。どれだけ先を目指そうともな。クレイラスならお前を止めただろう。あの時俺を止めたのと同じように。親父が？盾が王のいない場所で命を落とす、それは決して許されないと。無駄死にを覚悟できていたのか。忘れられない言葉だ。何も得られず瀕死で帰ってきただけにな。今さら止めはしない。だが無謀なことに変わりはない。当時の俺も今のお前も忘れるな。一歩足を踏み入れたが最後、誰にも頼れない。死んでしまえばそれで終わりだ。分かってる。土産でも楽しみにして待っててくれ。必ず帰ってこい、グラディオラス。さすが牽制だな。空気が変わったぜ。この先に嫌がるな。
たぜ。力だけを力振るうのが悪いってのか。それ、ほら！
腕をもらってこの様か。これがあんたの言う怯えってやつなのかもしれねえな。自分をわからねえ野郎が自分を信じることなんてできねえ。それが分かっただけでも儲けもんだったぜ。王の元に戻る。力ばかりの盾かもしれねえが、自分のできることを信じてやり尽くしてみせる。お前を盾と認めよう。迷いや怯えは死を払う。己の弱さを認めぬ者に王の盾たる資格はない。お前は強靭な肉体に見合う心を備えた。選ばれし王と共にあるのがお前のような男でよかった。じゃあ この刃を返して私の力を託そう。警護隊の？かつて強靭な精神を持った男が私の腕を切り落とした刀だ。生きているなら、あの精神に見合う戦いの術を十分身につけているだろう。そうか。なら、遠慮なくもらうぜ。さあ、行くがいい。いかなる迷いにも決して惑わされずに。選ばれし王のルシス最後の盾として。世話になった。試練は無事に。早かったな。さすがだ。こいつを手に入れた。一目見て分かったぜ。懐かしいな。傷じゃ土産にならんだろう。試練の証だ。昔随分と血の気の多い男が剣聖の腕を切り落としたらしい。ほう。剣聖も印象に残ってたらしいぜ。そいつは強靭な精神を持ってたってな。試練には精神だけではなく超えるに足る術もまた必要。持ち合わせていなければ認められはしない。ああ、でも運よくまだそいつが生きてたら強靭な精神に見合う術を身につけてるだろう。グラディオラス。ん？少し自信を持ったか。この生還は不死将軍でさえ成し得なかった偉業だ。お子様だった不死将軍には。だろ。でもいい経験になったぜ。覚悟の意味を改めて教えられた。そうか。さて、盾は王様のところへ戻らねえな。親父にお目玉を食らうわ。ああ、
で、それそういうこった。名誉の負傷がごつくなったよね。ヤバいのからノクト守った時のさ。だろう。つっても今回は説教くらってつけられたようなもんだがな。しかし将軍にも意外な過去があったんだな。そうだね、結構荒れてたってこと。ああ、でも親父からそんな話聞いたわ。あ、マジ。剣聖があの谷にこもったのが初代王の頃というと2000年前か。すげえな。そんだけ前から期待されてるらしいぜ、選ばれし王様ってのはよ。まあ、それが俺か。軽いな。ああ、軽い。たく、盾を無駄に働かせんじゃねえぞ。多少の覚悟はしてるがな。you